皆さんこんにちは、ニャウラボ TV の美里とジェニーです。よろしくお願いします。そして江野沢まなみです。よろしくお願いします。今回も楽しみにしてます、はい、はい、今回で3回目ですよね。はい、お願いします、はい、お願いします。1本目と2本目ね、見てない方はぜひそちらもチェックしてみてください、はい、お願いします。このチャンネルは ZOZO タウンとベアを運営する ZOZO が似合うに関するコンテンツをお届けするチャンネルになっております。前回はルックブックとデートメイクを紹介していただきましたが、はい、本日はカバンの中身紹介になります。カバンの中身見るの超楽しいですよね、はい、大好き。私も結構 YouTube でいろんな人のやつ見ちゃうんです。そうなんですね、わかります。はい、本日、はい、バッグを持ってきていただけましたか。はい、じゃあ早速紹介したいと思いますこちらです。すごい可愛い、色がまた真っ白じゃないんですね、うん、そうなんです。これは一手三宅青葉のバッグなんですけど、もともと真っ白のこのバッグが欲しいなと思って見に行ってて、 2,3 回見に行ったんですけど、たまたま友達とお出かけした時にこれが売ってて、これ季節限定なんでなくなったらないですって言われて、やばい、そのことね、やばいですねそのことはやばい。そうで、で真っ白探してたんですけど、うん、初めて見たこの色にすごい一目惚れしちゃって、うん、で友達にまなみ絶対買った方がいい、真っ白より絶対こっちだと思うって言われて買いました。出、うん、ます ね、 ね、そう、なんかね、ゴールドの色もすごい絶妙で、ピンクがかったピンクゴールドがついてて、うんうんうん、角度によって角度によってそう、ベージュっぽい白です ね、うん、ね、そうですね、冬っぽくてとってもお気に入り。バッグ自体が軽いので、うん、いっぱい入れても重くならないところがお気に入りで、もう中3ぐらいだった。あ、手広手です。手広手で、どんなお洋服にも似合うので、うん、なるほど、使ってます。手広手されるっていうことでしたけど、うん、どんなお洋服の時に合わせて持たれるんですか。はい、何のお洋服にでも合うので、うん、荷物が多い時によく使います。うん、いっぱい入りますもんね。そう、バッグ自体が軽いのと、うん、たくさん入るので、私もともと荷物が本当に少なくて、ポケットにリップと携帯さえあれば出かけられるぐらい、本当に冬はコートの中に入れて手ぶらで出かけるくらい荷物が少ないんですけど、今回はちょっとバッグの中身ということで、荷物が多い時用のバッグを持ってきてみました。なるほど、気になる。はい、うんうん、早速一個一個出していこうと思います。1個目はじゃーん、 iPad です。パープル。これは YouTube を自分で編集してるんで、もともとパソコンで編集してたんですけど、うんうん、パソコンだと持ち運ぶの大変なの で、ね、iPad で今は編集をしてます。あとはブランドのお洋服デザイン決める時とかも、うん、携帯で見るよりもここだとペンで書き込めたりとかするので、これで仕事するために今年購入しました。じゃあ続いて iPhone です。これはベイマックス。お好きですよね。はい、これは私がメゾンフルールっていうブランドとコラボさせていただいて、うんうん、ベイマックスコレクションを今回プロデュースさせていただいて、うんうん、それの一部の商品なんですけど、かわいい。だいぶ使ってて結構味がなんかベイマックスが白いからちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、レザーで作られてて、めちゃめちゃかわいいです。ベイマックスの iPhone ケースってなかなか売ってなくて、ないですね。この色合いとかも全部自分で決めたり、このベイマックスのこの表情とかも自分で決めて、すごいこだわって作った iPhone ケースなんですけど、もうシンプルにベイマックスだけを中心に、もともとのデザインはここにハートつけようかなとかいろいろあったんですけど、結局これだけにしようってなってこうなりました。次はエアポッツですね、イヤホンです。カバーが大理石風のカバーです。プラスチックのカバー、ね、おしゃれ、可愛いですよね、うんうん、これはあのネットの通販で買ったんですけど、うん、ずっとカバーつけてなくて、うん、傷がついてきたので、うんうん、つけたいなと思って買いました。このカラーのチョイスは、なんか紫色で似合ってませんかね。このなんかそうそうそう、なんか色が、トーンが似てて、うんうん、それで選びました。もともと買うとき緑色の大理石のカラーもあって緑にしてたんですけど、後々見たら紫が可愛いってなって、一緒じゃんと思って、確かに統一してみました。すごい可愛い、いつも持ち歩くものとかで揃えたら確かに、そうですね、テンション上がる。これとこれは常にセットなんで、携帯とイヤホンは常に一緒じゃないと、うんうん、音楽が好きなんですよ、音楽大好きで、イヤホンとかヘッドホンがすごい好きなんですね。ヘッドホン、なんか似合いそう、ね、かっこよく確かにショートヘアだから、うんうんうん、なんでイヤホンもいっぱいいろんなの使ったんですけど、今は
アップルの、はい、アポッツ使ってます、うんうん、次はお財布です。かわいい、色合いめちゃめちゃタイプ、ね、ビタミンカラーめっちゃ使ってるのがバレちゃう。リアルですね。はい、リアル、うんうん、これがコインケースとお札が折り曲げて入ってるんですけど、うんうん、ぴったりなんですよ、本当ですね、2つ折りで生々しい。エルメスのコインケースで本当に可愛い、色が、ね、色可愛いですよね、うん、私カラフルですね、バッグの中身、うん、めちゃめちゃお洋服はあんなシンプルなのに、ね、思ってました、うん、黄色のお財布が欲しくて、うんうん、ちょっと探してたんですけど、うんうん、特にブランドの指定はなくて、なんか黄色でコンパクトで可愛いのがいいなと思った時に、たまたまエルメスでこれがあったんで、え、可愛いってなっちゃって、うん、この色は惹かれますね、はい、かわいい、購入しました。かわいい、でもこれずっと使ってるんで、そろそろ変えたいんですよね、うん、じゃあ次狙ってるカラーか、でもパープル欲しいです。あ、なんかないですね。綺麗なんですね。パープル。今年なんか着てます。なんか結構小物とかでもこの色。確かに多いですね。ライラック系。そうそう。なんかちょっと紫色の、もう本当ブランド問わないんで、なんかあったら教えてください。何かあったら教えてください。連絡してください。でこちらがカードケースですね、うんうん、これはロエベの蛇腹になってるタイプ、珍しい、これもう入りそう、めっちゃ使いやすいですよ、これはアウトレットで買いました、上手、お買い物上手、アウトレットで購入したんでめっちゃ安くて買いました。お財布とか毎日持ち歩くものは小さいのが好きっていう感じです。そうですね、荷物少ないのが好きなのと、うんうん、バッグちっちゃいのが好きなので、うんうん、お財布は高校生ぐらいからずっとこういう折りたたみとかミニ財布を使ってます。こういうのは今の気分に合わせてカラーを選ぶという感じですか。そうですね、この2つとも今年買ったものなので、ずっとその前はベージュのロエベのお財布使ってたりとかしてたんで、うんうん、ずっとベージュの時期が長くて、うんうん、なんかカラフルなのが欲しくて、うんうん、黄色とオレンジのものを、まあ、別々に買ったんですけど、うんうん、すごくお気に入りです。合ってますよね。合ってます、好きです、うん、すごい可愛い、なんか、なんかみかんとレモンみたいな、とってもお気に入りです。うんうん、次はまたベイマックス、かわいい、え、何ですかこれ。これはエコバッグです。このプロデュースした時の一部の商品なんですけど、うんうん、私めちゃめちゃズボラなんですよ、もう大嫌い、畳んだりとかするのが、うんうん、なんでぐっちゃぐちゃにしまってもポーチになるようなエコバッグが欲しくて、え、私も欲しい。これぜひ、すごい、ぜひ売ってます。まだ、じゃあちょっとチェックします。なんかお仕事の帰りにスーパーに寄ってご飯の材料買ったりするので、うんうんうん、で、あ、なるほど、これベイマックスのとこ分かれてるのかと思った、ね、なんということでしょう。すごいちゃんとポッケになる、はい、ポッケになります。こうやってくちゃくちゃですけど、でも別にエコバッグなんかくちゃくちゃでいいじゃないですか、うんうん、はい、荷物が入ればいい、そう、荷物入れば、うん、そうそう、くしゃくしゃってできる、あの、そうなんです、ね、のが、ね、これはね、作るときに最初に言って、これくしゃくしゃでできるエコバッグじゃなきゃ嫌ですって言って、はい、こんな感じでくしゃって入れてもこういう風に折りたためるので、すごい、もこもこしてて可愛いらしいですよね。そうなんですよ、メイマックスはこういっぱいくしゃくしゃになっててパンパンのが可愛い、うんうん、そしてこちら、お、歯ブラシです。おしゃれですね、やっぱり、マービスの歯ブラシ持ってるものがおしゃれ。これ結構持ってるとみんな可愛いとかおしゃれだねって言ってくれるんで、うん、パッと見ね、わかんない、歯ブラシって筆箱みたいですよね、うんうん、ペンケースみたい、思いました、なんですけど意外と薄くて多少も取らなくてかさばらないので、うん、お仕事の時は持ち運んでます。じゃあ続いては、うんうん、ポーチの中にします。お、気になる、これはあれじゃないですか、そうです、大好きなコエルの、あのノベルティで、あ、ノベルティなんですね、はい、展示会であのノベルティでいただいたポーチなんですけど、うんうん、めっちゃ使いやすい、近くくて、サイズ感いいですね、使いやすいです、うんうん、これの中にはまずは香水、これはルラボっていうブランドの外薬店っていう香りなんですけど、うんうん、東京限定の香り、世界にある中でも東京の香りなんで、うん、東京の香り、韓国では買えないしアメリカでは買えないです。なるほど、そう、香りがサンダルウッドとかちょっとウッディ系の、はい、ね、私も、あ、ありがとうございます、あ、いい匂い、おしゃれになった気分の香り、ね、すごい自然な匂いですよね、うん、でもあんまり香水してなくて、うん、なのになんか香るっていう、うんうん、しかもウッディなのにちょっと甘い、そう思いました、うん、ちょっと女性らしさ、そうなんです、ね、女の子がつけてた方がなんか私は可愛いなと思って、うん、キュンとするような香り、すごいいい、おしゃれすぎなくていいですよ、はい、なんかサンダルウッド系って結構おしゃれな香りが多くて苦手な人多いと思うんですけど、そうですよね、このガヤック本当繊細なウッディな香りなので甘さもあってすごくお気に入りです、うん、洋服とかでも香水変えたりとかするんですけど、おしゃれじゃない、やったことない、でもやったことない、結構
構楽しいですよそういうの、今日はちょっと甘いからそういう時は甘めにするんですか、はい、香りまで、トータルでコーディネートですね。そこまでこう自分にこう似合う匂いをも、なんか知れてるのめちゃめちゃ羨ましい、ね、私ももちろん絶対これっていう絶対の切らしちゃいけない香水っていうのはもちろん 1,2 で持ってて、それ以外に楽しむために何個か持ってるって感じなんです、ね、なるほど、絶対にこれは私の中の軸っていうのが1本2本あります。じゃあ続いてはハンドミストです。これはファンの子がくれました。それもちろんです、はい、絶対嬉しい、ファンの子がくれたオウパラディ香水屋さんだと思うんですけど、私もここの香水すごく好きで、でそこから出てるハンドミストみたいです、香りもグレープフルーツ、さっぱりね、柑橘で、ありがとうございますありがとうございます、あ、めちゃいい匂い、リフレッシュなんかリフレッシュもできますよね、なんか気分がアルコールの除菌の香りってちょっとなんかきついじゃないですか、なんで私は除菌系は全部香りが好きで、これめっちゃいい匂いですよね、なんかハンドクリームとも別になんか喧嘩しないような香りですね、めっちゃいい香り、香水いらずですね、確かに、じゃあ次がリップ。私リップめっちゃ持ってるんですよ。おお、え、ワン、ツー、スリー、フォー、ここから英語言えるか、ファイブ言えた。まずはリップクリーム系、これは資生堂のモアリップです。めちゃめちゃお世話になってます。これしか勝たんぐらいなんですけど、これしか勝たん、かわいい、本当に私本当唇がこの世界の中で一番弱い人間ぐらい弱って合う合わないが結構あって、すぐ荒れちゃうんですよリップ、1日お仕事してたら荒れちゃうぐらいに弱くて、なのでこれは必需品で、これも中学生の時から使ってる、長いお付き合い、何回も何回もこうあのリピートして、リピートして購入してます、あとはこれはファンの人にいただいたエルメスのリップバームなんですけど、上がっちゃいますね、パッケージが可愛いから、これはリップクリームというよりはそのなんて言うんだろう、下地として使うとすごくいいなと思って持ち運んでます、でもう一個これもエルメスなんですけど、これは自分で購入しました。これはカラー系ですね、可愛い、赤みのかかったピンクベージュ、ピンクベージュ、これは本当にどこ あのお店行くにも TPO 左右されないぐらいのカラーなので、ナチュラルにもつくし、3回ぐらい重ね塗りすると結構濃くつくので、これは多分誰と会っても嫌な風に思わないようなナチュラルなカラーだと思います。間違いない1本、間違いない1本、エルメスの21番、ね、もう1個がケイトのリップモンスターの11番、これはブラウンミノアールレッド、なんかいい色ですね、 これめちゃめちゃいい色ですよね、秋冬のリップですね、で最後がクリームビューティーのカカオ 70% っていうカラーなんですけど、美味しそうめっちゃ茶色いんです、本当だ、チョコのチョコみたいです、ね、こう塗ったらわかるんですけど結構茶色い、でもこれ塗るとめちゃめちゃ可愛くて、質感がスフレみたいな、スフレリップ、じゃちょっとマットです、本当だ、この中で一番マットです、ちょっとこういうにじんだような色になるので、かわいい、ね、メンズっぽい格好した時とか、マニッシュな格好、特に髪ショートにしてからすごい似合うので、映えそうな色ですね、そうですね、なんでそうメイクあんまりそのアイメイクちゃんとしてなくてもこれさえあれば結構ちゃんとしてる感は演出できるので、すごくお気に入りです、続いてはジョーマローンのイングリッシュペアのハンドクリーム、です。私ハンドクリームはそんな得意じゃなくて、手がペタペタするのが苦手なんですけど、ジョーマローンのこのハンドクリームペタペタしないんですよ、そう塗ってさらっと最初だけしっとりしてるんですけど、その後すぐ馴染んでいって、すごく生活しやすいので、すごくお気に入りで使ってます、大事ですよね、ずっとペタペタされたら何も触れないから、そうなんです、iPhone すごいことになりますよね、そう指紋、そう確かにそうならなそう、そういいですね、めっちゃで自分の一番好きな香水の香りなんで、これはあったら香水塗らなくていいです、はい、まだあった、お伊勢さんのお清めスプレーかわいい、私も思ってもらいました、友達からこれはなんかその清めた方がいいかなと思って気
清め何かありますか、ね、何かありますか、なんか気分じゃないですか、こういうのをつけたら、うん、なんかちょっと自分が綺麗になった感覚があるじゃないですか、うんうん、でも本当に多分こういう塩系のものってすごくよくて、うん、お風呂とかにお塩入れて入るとすごく浄化されるっていうじゃないですか、うんうんうん、なので私そうです、結構信じるタイプなんで、私も女子は信じるんですよね、うん、そうだからこういうのも、でも匂いもめっちゃいい匂いなんで、うんうん、こう空間をこうやって、あ、うんうん、なんだろう、ローズマリーの香りですって、うん、なんでちょっと爽やかな感じ、うん、次はエレガンスのパクトはこのまま持ち運んでます、うん、鏡としても使ってるし、お直しするときに、うん、結構いろいろなパウダー試したんですけど、時間が経ったファンデーションの上から直すときにやっぱこれが一番綺麗にお直しができる、うん、もうツヤっとするし、うん、何時間か前にメイクしたと思えないぐらいさらっと綺麗につくので、やっぱりすごいなと思って持ち運んでます、うん、高くても投資するべき美容品だと思います。もうないです、終わりです、ありがとうございました。これですね、バッグの私の中身はこんな感じでした、うんうん、結構たくさん、結構たくさんでしたね、うん、結構たくさん、荷物少なくて取れたかなかったらどうしようと思ったんですけど、よかったです、なんか知れました ね美容のところとか、うんうん、自分の好きなアイテムもあったし、キャラクターが多いところとか、うんうんうん、でもさっきおっしゃってた、あの服は割とこう、うん、なんかベーシックカラーっていうところでも、こういうところでこうカラーとかキャラがあってね、確かに、うん、コスメもね、なんか自分のご自身で重要だと思われているアイテムを持ち歩いてる感じが、うんうん、匂いもねすごいこだわりが感じられました。思いました、いろんな香りあるし、うんうん、なんか自分の絶対とかは常に持ってたいから、うんうん、やっぱ香水とかフリップとかは絶対自分の中でこれっていうものは絶対常に持ち運んでるかもしれないです、うんうんうん、今回のカバンの紹介以外に、うん、ルックブックとデートメイクも公開しておりますので、はいはい、そちらもぜひご覧ください。はいはい、皆さん私の似合うを通じて、うん、自分の似合うをぜひ探してみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。今後も似合うラボ TV では皆さんが自分の似合うに出会えるように、ファッションやメイクに関する楽しいコンテンツを用意していきますので、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではバイバイ、またね。野沢さん、本日は改めてありがとうございました。ありがとうございました。撮影やってみていかがでしたか？すごく楽しく喋れたので楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあズバリ野沢さんにとっての似合うとは何ですか？やっぱり最初も言ったんですけど、うん、自分のことをあまりカテゴライズせずにいろいろなカテゴリーに挑戦して、お洋服だったらガーリーとかメンズライクなものとか、いいなと思ったものとか、可愛いなって、うん、普通に思ったものに対して一回は挑戦してみて、それでどん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 いろんなものを着ていって、自分のことを知っていけば自分にとっての似合うっていうのが分かってくるんじゃないかなと思うので、まずはやっぱ自分を知ること、足が太いのがコンプレックスだったら、そこをうまくスタイルがよく見えるようにするにはやっぱ自分のことを知らないと改善できないと思うので、そういうところを知っていって挑戦していく。で鏡見て今日似合うなとか、友達にどうって聞いたりとかするのもいいと思うし、なんかそんな風に研究していくと突き止められるんじゃないですかね、自分にとっての似合うっていうのが。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。